初代、根塚一郎根津美術館は、東京都港区南青山に所在する、私立美術館である。現在の英称は、根津ミュージアム、以前は、根津インスティチュート・オブ・ファイン・アーツであった。1941年11月、東部財閥の創設者で、現在の武蔵大学、武蔵高等学校、武蔵中学校の創立者である初代、 根塚一郎の古美術コレクションを引き継いだ財団法人根津美術館が邸宅を改装して開館した。藤井再生会有林館、大倉修古館、白鶴美術館、大原美術館などと共に第二次世界大戦以前からの歴史を持つ日本では数少ない美術館の一つである。鉄道王として知られる実業家で政治家、茶人でもあった初代 根塚一郎の所蔵した日本、東洋の古美術品コレクション全4643点を保存、展示するために作られたことに始まる。その後、収蔵品は増え、2009年時点で6874件、2016年3月末の時点で7420件を数える。江戸時代、現在の根津美術館がある敷地には、江戸城府を務めた。 河内国丹南藩藩主、高木家の江戸下屋敷があったが、江戸幕府が滅びた後、高木家は、明治2年に、上府の任の免除を朝廷に願い出るべく、京都に赴き、これを認められ、二度と東京に戻ることがなかったため、主に打ち捨てられた、江戸下屋敷はすっかり荒れ果ててしまうこととなった。初代、根塚一郎は、故郷から東京へ本拠を移したちょうど10年後の1906年に、 なって、これを取得し、直ちに邸宅の建設を始めるとともに、数年がかりでの増援にも着手した。初代の没後、家督を継いだ二代目がこの邸宅を、美術館に改装するが、その際、母屋は本館とした。詳しい経緯については、施設不死を参照のこと。収集品は主に、日本、東洋の古美術で、その高い質と幅の広さに特色がある。 第二次世界大戦前の実業家の美術コレクションは、茶道具主体のものが多いが、ネズコレクションは、茶道具も、さることながら、仏教絵画、写経、水墨画、金星絵画、中国絵画、執行、陶磁器、日本刀とその刀装具、中国古代青銅器など、日本美術、東洋美術の、あらゆる分野の一級品が揃っている。刀装具においては、 三つ村リモが収集した三つ村コレクション3000点のうち約1200点を収蔵している。海一郎の豪快な収集ぶりはネズのワニ口と称されたという。2006年5月8日から改築工事のために休館していたが建築家熊健吾の設計による新展示棟が竣工し2009年10月7日に新装開館した。新しいロゴタイプは ドイツのデザイン会社、ペーター・シミット・グループが手掛けた。本館1階ホールの展示正面左端は、中国、北西の如来立像。右手前は、ガンダーラの魅力菩薩立像。2010年撮影。根津カフェ庭園、小型降臨柿筒病部砂世紀右石きな血が傷。ありがとうございます。